小林さん、うはい、この図を書いてみたんですが、はい、これを見てもです、ね、この3角国はそれぞれがこう三角形になるんですが中国はです、ね、どうもこ,うやっぱりこの4り国の中でこの図を見ても少しこ,うこの中にはちょっと入らないというか距離を置いているようにも見えるんですどう言いますかこれ、はい、あの中国はもちろん北朝鮮とも関係があります、はい、であの冷戦終結後、えーまあ、ロシアが北朝鮮の支援などしている余裕も全くなくなってしまってはい、はい、中国はいなければ北朝鮮は生きていきないという状況は中,国は中国にとっては非常に良かったわけです、ねーーで。しかしししか北朝鮮はそれを不満にも持ってていないとい、はい、まあ、ししたとと信用なうこ のいいようにバッファーゾーンとして利用さえできればいいということが、えー、最近のロシアと北朝鮮の関係強化によって崩れそうだというのを中国はまま非常に懸念をしていいると思いますでロシアはそういったことをうまく駆け引きとして使いながらさまざまなカードを使って中国から支援や支持を取り出そうとしているわけですけあそれは中国よく分かっていますし北朝鮮も中国が十分な支援してくれないんだったらロシアともっと協力するぞ ええ、まあそれが多分、えー、ロシアと北朝鮮がほぼ同時期に戦術核の話をした意味でもあると思うんですね。ええー、ロシアから技術支援を得てますから。はい、ええー、まあそういったところで中国に対して、えー、プレッシャーをかけている。まあ中国は中国で、まあロシアに対して表向きの軍事支援は避けながら、まあここにも書いてありますが、原子力潜水艦の技術などはもうすでにだいぶもらっていると言われています。もらってるんですこれちょっと正直ます驚いたんですが、はい、中国もだいぶ軍格化もしてしまってですね、はい、技術もそれなりにも得た。ロシアからまだもらいたい技術があるという意味もそういう枠もあるんですか。はい、まだまだあります。まだまだあるんですか。はいで。この原子力潜水艦の技術はその一つで、<ー>中国はすでに原子力潜水艦として攻撃型と。 戦略厳選両方持っていますすけれど、はい、え非常にうるさいんですね水中ではうるさいとすぐに探知されるのであ<ー>えまあアメリカの軍人が言っていたのは中国の源泉はドラムを叩きながら走っているのものだと、うん、そのぐらいうるさい能力悪いということですねしかしロシアの潜水艦はやはり長年の経験もあり<ー>非常に静かで、まあ、この技術が今、母海造船所で作られている新しい中国の戦略源泉には取り入れられていると言われていてアメリカもこの静粛性が極めて高くなるのではないかというのを懸念している。と我々つい中国からロシアに軍事支援するん 中国に対してもいろんな技術を与えるカードを持っているし実は与えつつあるということなんですか、はいえー、中国は自ら開発できなかった<ー>例えば戦闘機のエンジンも中国はやはりまだロシアの技術に追いついていない<ー>、まあ、自分で一生懸命努力はしていますけれど、まあ、ただ中国はあのよく、まあ、私が中国にいた頃に、えー、中国の軍事から聞かされたのはあのロシアの,、まあその技術支援だとかなとかってことはたまねぎなんだと全部くれない核心の部分はなかなか出してくれない<う>何かこちらから、まあ、お金を払ったりですとか何か協力をすると皮を一枚むいてそれをくれると。ロシアは玉ねぎの皮をて一 <laughs> まあ、あのプーチン氏のロシアというのは、さまざまなカードを使ってくるということで、なかなか中国も。ええ、革新的なところまでたどり着けていないのではないか、まあ、ですから、まだ駆け引きが続いているということなんだと思います。ヒ兵頭さん、これはどう見たらいいんでしょう。逆にプーチン氏はですね、この、まあ、トライアングルとか、新約の推進と言われる、まあ、いう人もいる。ここに中国引き込みたいと思っているのか、<や>この辺りはどうですかこれは引き込みたいと思っているわけですね。いはい、あの、この、まあ、四社の関係は一枚岩じゃないし、相互の駆け引きもあるんですが。うん、まあ、戦争を継続する上で、北朝鮮、イランのこの軍事協力というのは進化しているわけですね。防、はい、弾やミサイルのこの供与、はいはい、動き、そして、さらに、この中国からも、まあ、裏側でしっかりと、あの経、あの経済面、あるいは、まあ。 こういうものを支援してもらいたいというところがあってでただ中国だけがこの4社の中で少し距離を置いていると、うん、でここをもう少しこう抱き込んだような形で,です、ねえー、この反米の動きを強化したいというふうにどうもプーチン大統領は思っていると昨年あの北朝鮮訪問した時に北朝鮮とロシアの合同軍事演習というのを提案したんですけども、はい、ロシア側がですね、はい、そこにロシアは中国も入った3カ国での演習をですね、えーまあ、期待しているというこういう表明があったんですはい、はい、おそらくまあ中国はそれ反応してないので参加しないと思うんですが、はいまあ、あの手この手でなんとか、まあ、この、えーまあ、数軸の中にです、ね、中国を抱き込みながら、えー、この4社で,です、ね、この反米の動きそしてさらなるその軍 技術協力の進化これはまあプーチン大統領は考えていると思いますので今回の訪中の最大の狙いいはやはり中国をどこまで引き込むことができるのかととということだと思いますなるほど要するに理念とかでつながっているわけじゃなくて反、はあ、アメリカという、はいまあ、そういう実利でつながっているということなんでしょう、ね、まあそういうことだと思いますので、ね<ー>まあ、特に中国はもちろんそのアメリカに対抗するという意味では他の国と歩調を合わせることは、はい、やぶさかではないと思うんですけども真悪の数字と呼ばれる一つに入ることは絶対嫌だと思いますの今おっしゃったその北朝鮮と中国とロシアの軍事演習にも私も参加まずしないだろうと思いますし、はいまあ、かつてあのアメリカのブッシュ大統領が二千二年に行った古い方の悪の数字は、はいまあ 北朝鮮とイイラランにイラクだったわけですよね、うん、そこに代わってロシアが今入ってるわけですけどさらに中国まで引き込まれたらそれは中国としてはまださっきあったようにヨーロッパと貿易はしたいアメリカとも完全にあの決裂する関係までは行きたくないという中で、うん、そこに入るのは中国にとって他の国はそうせざるを得ない事情が十二分にあるわけですけど中国はそうしなくても生きていけるわけですよね。うん、そこでわざわざそ,んなあのそれほどそんな状況にですね見送る必要はないので、まあ、今回もプーチン氏の方は兵頭さんおっしゃるようになんとか引っ張り寄せようとするでしょうけどそこをこう,うまく距離を取るのが今回の習近平氏の一番の、えー、自分に課したミッションなのかもしれないと思いますね。 はい、明日から習近平氏のもとにプーチン氏が駆けつけるという構図になっておりますが中路の貿易額をちょっと見ておきたいと思います。こうぐっと伸びてですね、まあ、ロシアがウクライナに侵攻して以降なんとまたぐっと増えてですね昨年は過去最高ということを記録したんですがここにきてですね中国のどうやら態度が変わりつつある何が起きているのか見ていただきます。特別です 特に昨年の下半期からロシア軍がウクライナ戦争で優勢に立つようになったことが中国とロシアの関係強化促進の役割を果たしていましたウクライナ侵攻での優勢がロシアと中国の関係強化につながったと話す中国人民大学のジー・インコ教授昨年には貿易総額が過去最高の2400億ドルとなり経済的にもその緊密ぶりが浮き彫りとなったロシアと中国しかし 新たな制裁措置は外国の金融機関に対しロシアの軍事産業に関連する重要な取引を促進することは制裁リスクにさらされることを明確にするものである去年12月第三国の金融機関がロシアの軍事産業に関わる取引を行った場合アメリカとの取引を禁止する二次制裁をかけると中国の行動に変化が中国は自分たちの金融資産と銀行資産を必ず守るだから申し訳ないが脅威にさらされている中 中国は迅速にロシアとの金融取引を減らすしかありませんでしたこれまで順調に増加していたロシアへの半導体や機械部品自動車などの輸出は3月から2ヶ月連続で減少ロシアから輸入していた原油や天然ガスの支払いも中国の金融機関が制裁を警戒し決済を中止その結果中国の国内で唯一のロシア国営銀行に支払いが集中し最大で6ヶ月の遅延が発生することになりました アメリカ政府は中路の金融取引が減少していることを把握しているはずアメリカ政府の脅しの目的が達成したといえます中国がこれらの措置を講じたのはアメリカに合わせるためではなく中国の重要な銀行の資産と金融利益を守るためです一方シンガポール国立大学のショ英准教授はこの二次制裁を飼いくぐってロシアとの貿易を継続する可能性を指摘します 中国はロシアとの直接貿易を避けるかもしれないが第3国や第4国を経由して行うことはできますコストは上がり効率は比較的悪くなるが取引を行うことはできますその際に中ロ貿易額は下落しているように見えますが総額は個別の機械が中国から輸出されてどこにたどり着くのかを追跡する必要がありますがそれを確認することは難しいでしょう、はい、プーチン氏が習近平氏のもとに明日以降、明日から駆けつけるのはこうした背景もあるんでしょうか山田さん。 はい2023年のロシア中国の貿易総額が2400億ドルで過去最高額となり経済面で緊密化が進むロシアと中国の関係強化を懸念したアメリカは去年12月二次制裁を導入することを発表しましたこの二次制裁はロシアの軍需産業に関する取引を行う第三国の金融機関を対象にアメリカ国内における資産の凍結やアメリカとの取引を禁止するといった内容となっていますこのアメリカの二次制裁について中国人民大学のジ・イン虎教授は 中国が一番懸念しているのは二次制裁に加えられることロシアとの取引を減らし中国は重要な資産と利益を守ったと中国の対応を評価しています一方ロシアの失礼しました一方シンガポール大学の紹介準教授は中国はロシアとの直接貿易は避けるかもしれないが第三国や第四国を経由して取引を行うことはできると制裁を飼いくぬって貿易を継続する可能性について指摘しましたはい、確かにですねこれを見ると今年2014年まだこれ推計値と言った方がいいのかなただ5ヶ月まあ経っていて このぐらいですから、やっぱり明らかに減ってはいるんですね。さて、この加藤さんにまず伺いましょうか。これ中国は金融機関がやはり自分たちの利益を守るために、もう直接はこれ政策に加えられないように、これ自分を守っていると、はい、そういうことなんです。そうですね。あの。 中国の金融機関はもうロシアだけじゃなくてもアメリカとか日本とかいろいなところと取引してるわけですから、そこ止められたらもう生き延び止められちゃうと思うなもんですから、もうこれはもうロシアとの取引はしてませんよということを見せたくて気になりますね。これは習近平政権の方針でもあるということですかいやもうこれはあの誰でもそうしなきゃだめだと、思う銀行が潰れないためにはそうするしかないですね。なるほど、はい。ただちょっと私は気になるのはあのプーチンさんがまあその庶民インタビューの中でですね、えー、90%は人民元とそれからあのルーブルで取引しててドル経済じゃないっていうことを言ったんで、<ー>なんかそういうまた裏の手口っていうのを考えているのかなっていうこともちょっと物質交換とかですねあ,<ー>あるかもしれない。それとあの2400 ドルってすすごい量で,ですねはい、はい、昔私はずっと中ロの貿易見てきた時にですねもう非常に小さいと、うん、その武器売却とかあってもですね量的にはものすごく少なかったんです35六兆円ぐらいですか、ね、日本にして、はい、あの大体日本がですね3,000億ドル超,超ぐらい<ー>韓国もそうぐらいでアメリカは6,000億ドルちょっと上ぐらいなんですよそのっと2,400というのは明らかに中ロとしては異常,な異常値なんですよ、うん、それがこのちょうどウクライナ戦争で対ロ制裁が進んでる中でガーンと増えたわけですからこれはやっぱりもう中国にとってもロシアにとっても世界からとっても異常値になっててこれ中国が絶対支援していけるよってことになっちゃいますから、うんまあ、バシッと止められてあとはその第三国経由とかあるいは 現物取引物々交換ですねあの、そういうような形で銀行決済を経ない方法でやってくるっということも兵頭、はい、さん、今回、ですねプーチン氏がまあ本当に明日からもう本当に就任したら駆けつけるという形でいくその背景の一つがですねこうした二次制裁によって貿易が減っている。 これ何とかしてくださいよっていいよう思いもあるんですか、うんはい、あの表向きは、まあ、プーチン大統領の進化者とのインタビューでそんなこと言ってないんですけれども、はい、明らかに3月4月のですねこの中国からロシアへの,この輸出が落ちてるということは気にしてるはずなんですね。<ー>ですからまあ今回はその、まあ、国防関係者のみならずその経済関係のです、ね、主要閣僚とかあるいは民間の代表団も引き連れてこの中ロ貿易拡大に向けたですね、えー、まあ構成をですね、まあ、今回行うわけですよね。ですからまあハロウィンにまあ訪れたっていうのもここもあの中ロの,この博覧会っていうのがあってこれ2014年から開催してるんですけどもいろんな分野で、まあ、この取引をこう拡大していくというですね が、うん、足をあの入れることによってです、ね、あのこの中ロ貿易をさら、ね、に強化していきたいという、まあ、ロシア側の強い意思が表れているんじゃないかといううに思い小原さ,さん、どうですか,か今回の会談明日からの会談の中でこうした話が出るのかそして中国はです、ね、直接を避けても第三国、第四国結局経由して 助け続け続るのかどうごまず2023年の、まあ、貿易総額は非常に大きいんですけど、はいはい、私も月ごとに中国のロシアからの輸入と大量輸出をずっと追いかけていたんですけが<う>2022年の終わりから2023年の最初にかけて実はロシアからの輸入額が減っているこれは主に原油価格ですとかガスの価格が安定したことによるんですけど中国はロシアからの、はい、さらにパイプラインを増設してもっと買ってくれという要求を拒否しているんですね。さ、うんえー、さらににににロシアに対するる輸出も、まあ、この2月月と落落ちちていいごめんなさい2023年2月 てはい、で実はこの直後にあのすぐ4月ですかね、あの中ロ首脳会談やってるんですけど、ここへ向けて一回落としたんじゃないかとさえ思える落とたとあの中国は軍事支援したくないので、<ー>ロシアが経済支援を欲しがっている状況というのは、中国にとってはありがたいんですね、うん、それをカードとして使えるので、ですけども、いっぱいいっぱいやってますよこれ以上できませんよとなると、さらなる支援を求められると、ですからアメリカがまあこういった2制裁かけるぞと言われたことは、いいもちろんあの自分の資産を守らなきゃいけないので、まあ、それをいい言い訳にもできている可能性はあると思いますし、うん、えまあロシアからまた経済的なことを言われるというのは、中国にとってはありがたいし、まあ、それをカードとして、またさらにロシアから技術なりを引き出したいと考えているのではないかと なるほどと同時にどうでしょう、まあ、直接は二制裁を避けたいとしたら第3国、第4国、これまでもいろいろ言われてますが、はい、さらに複雑な形で助け続けるのか、こここはどうですか、はい、これはあの助け続けると思いますが、まあ、最初からお話しあるように、プーチン大統領は倒れられたら困るんですね、<ー>中国としては。ああえー、ですから、プーチン氏が強くなるのも困るけど、倒れられても困るということですから、この戦争はロシアが変わったということにはしなければいけないんだと思います、うん、いや加藤さん、聞けば聞くほど、まあ、本当にいろんな駆け引きをしながら、複雑な思惑だらけの関係なんですね。はい、も 本当に見かけとと実が違うところが非常に多い関係だったわけです、うん、これやはりどうしても隣同士で国境を接してましてね仲良くせざるを得ないけど本当は隣同士ではやっぱり仲良くならないもんなんで、うん、これを仲良くならないものが仲良くしているようなふりをしながらずっと一緒にいるというのはなんか大変なことでそれがまさに今の重労関係なんだろうなというふうに思います。 プーチン氏、まあ、習近平氏を訪れるわけですがそのプーチン氏人事をようやく終えたんですが何が起きているのか我々2つの問いを立ててみましたこれ順番に伺いたいですまず1つは最側近の事実上のこれ引退をプーチン氏に迫られたのかどうなのかという問いです我々驚いたというか私もこれ一番驚いたのは今回このパトルシェフ氏という側近中の側近がですね実際この安全保障会議の初期から補佐官になった最初補佐官のポスト出てなくてどうしたんだろうどこに行くんだろうと思っていたら補佐官になる同時に息子がですね農業大臣から副首相に昇格してセット人事になってるわけですね。 これ何を意味して今回の内閣改造で一番サプライズだと言われたのがこのパトルシェフ氏は安全保障会議初期という中枢のポストから大統領補佐官と明らかにこれ降格に当たるんですね。でこの息子さんのほうが農業大臣だったんですけども副首相に昇格したということでこの方はプーチン大統領の後継者の一人候補の一人ではないかという見方があるわけです。ですからこの親子の人事抱き合わせてみると一つのセットとして理解はできるかなということなんですが事実上このパトルシェフ氏は政権中枢 しかしながら、まあ、その影響力を息子に託すような形で,です、ね、今度、息子さんはこの副首相に引き上げられたということで、うん、まあこれはあの、まあ、お父さんからするとです、ねまあ、プーチン氏の後継者として有力な後継者としてまあ一歩前進したということになると思うので、うん、まあおそらくまあこれは親子全体の人事として理解すれば、まあ、なんとなくこうあの、まあえー、理解できるかなという気はいたしますプーチン氏は、はい、パトリシェフ氏をっっ、まあ、完全に切ってるわけではないんですけども、えー、やはり安全保障会議初期っというのはこれまで,です、ね、あの非常に重要な役割を担っていたこういうポストでありますし、えー、そしてパトリシェフ氏は、まあ、プーチンに次ぐ事 通常のナンバーツーとこう言われた人で、今回の戦争を開始した時もですね、この意思決定にも関わったあの中心人物とこう言われていたわけですよね。で、今回大統領補佐官として造船とかですね、まあそれあんまり重要じゃないようなそれを担当させるという話になってますので、年齢ということですか。も年齢もあると思います。世代交代のとね。プーチン氏と一切しか違わないほとんど同い年ですよね。自分はちょっと生き残る。もうさよならパトリシフさんということですか。あの完全に切り捨ててるわけじゃないんですけども、まあ多分世代交代というところはまあプーチン大統領の頭の中にはあるのかもしれません。まあ自分はねもちろん例外ということになってるわけですね。そして驚いたのはですね、このパトリシフ氏の安全保障会議初期のですね。 公認にこのの国防省のがなったんですねじゃあ国防省軍で何が起きているのかこれ処ョ口の後任にはですねなんと経済学者が国防大臣になったと同時に処ョ口の側近がですね岩野ノ氏が逮捕されてこの辺り軍の汚職があったんじゃないかつまり汚職によってこの関係で処ョ口が更迭されたというされるんじゃないかと思っていたらこんなまた重要なポストについた。で公認が今度はは経済学者これまず 鋼鉄なんですかこれどう考えたらあのまあ有事の国防大臣としてはですね不作らしくないという判断になったと思うんですね。それはまあ側近の職もありましたし、そしてまあこの戦争がうまくいってないと大きな戦果もないですし、そして昨年はまあそのプリゴジンのランドナーを起きてですね、まあ一部の軍高官が関わっていたんじゃないかというこういう話も出たわけですね。あの時本当に過失なかったわけです。やはりまああれだけの反乱をまああの起こしてしまったということはまあジョイグ国防大臣としてですね、まあ軍をしっかり国防省管轄する上でですね大きな補填になったんだろうと思います。そして新しいこのベロソフというこれ経済学者なんですけども、まあこのあのまあ非軍人がですね国防大臣に だって、この経済の観点から、軍事をしっかりコントロールしながら、戦時体制を強化していくと、うん、そしてまあ国防省内部の汚職もですね。まあ、完全に撲滅してまあ、効果的な国費の投入ですね。戦争に対するこれを徹底的に行おうというまあ人事だと思います。で、処理口もまあ国防大臣からはまあ退任なんですけども、もまあ、安全保障会議初期ということで、形式上はまあこれは降格ということになったんですが、ただまあパトルシェフのようなま隠然たる影響力をこう発揮できるかというとまあ。 必ずしもそうでもないと思うので、やはりこの安全保障会議というこの影響力というのは、まあパトルシェフの時に比べれば、相対的にやっぱり低下していく。うん、そして、やっぱりまあプーチン大統領にこう、まあ、集中するようなですね。権力集中の構図が、まあクレムリンの内部でも、強まっていくんじゃないかというふうに思います。プロフィールと、やはりプーチン氏の盟友とやる人たちの顔を立てながら、気を使いながら。 今度の軍、まあ、軍の経済というかですね、戦時体制を作るという意味でも、それなりかなり考え抜かれた人事と考えているんでい。そうですね。まあ、ショイグ氏は盟友でありますし、非常に近い関係にありますから、うん、完全に切り捨てるわけにはいかないので。うん、見かけ上は昇格したような形で、ポストをしっかりと用意したということだと思います。堤さん、どう思います。か、はい、まず、パトルシェフ氏について言うとですね、私の知人のイギリスの専門家は。まあ、安全保障会議初期から大統領補佐官というのは、下滑りだと言ってました。下滑り、横滑りじゃなくて、下滑り。あ<ー>まあ、それは兵頭さんおっしゃったよ、はい、やはりアポ会議初期というのは、それだけ強大な権力を持ってきた。うん、ただ、それ元からそんなに強かったかというと、二千八年から、この役割を務めてきたパトルシフ氏自身が強くしてきた。 うん、といいう意味合いがある、まあ、それをその下滑りさせるということはプーチン氏にとってはこれまでよりもやめさせやすくはなるんだろうと思います。うん、その意味では効果的にない人事だと思うんですがただ大統領補佐官というのも何人もいて例えば元教育大臣でプーチン氏に代わってどっかの大学に行っていつもスピーチばっかりしている人もいれば、うん、例のウクライナとの,あの戦争が始まった初期に停戦交渉になったメジンスキーという、うん、まあこれあのプーチンにとってはいわば暴虐論の先生みたいな人でもあるわけですけどこの人物なんかは単なるそのスカイパシりじゃないわけですよね。それから 非常に役割を果たしたと言われている。うん、まあこれもその将来を職望されるような人間なんですけど、これも補佐官にしているわけですよね。ということは補佐官の集まりをひょっとしたら強化して一方で大統領府という組織はありますけども、よりその自分の側近政治を強める方向に動くのかもしれない。ただパトリシェフ氏に対してはあの外そうと思ったら外す準備をその息子を昇格させたりすることによって整えたのかなと思いますけどね。うん はい、からプーチン氏が訪中するこれ何度も今日お伝えしています実はこの少し前にですねアメリカはブリンケン国務長官が敬意を表しているこれまさにウクライナの今の戦争の構造を象徴していると言ってもいいでしょうただ驚いたのはこの14日同じ日にです、ね、アメリカは中国に制裁関税 EV 車25から100%とものすごい関税をかけているトランプ氏が言っていたことをまさにやっている感じなんですがトランプ氏はさあ大統領になるのかどうか不十分だと言っているさあこれを中国はこれでまずどう受け止めたのか中国はもうすでにもっと早くからアメリカはバイデン政権が言っているデリスキングというのはデカップリ,ング,リングと同じ意味だと、はいはい、いうことを強く言っていて、はい、えもうすでにアメリカ アメリカとまあそういった協力体制になれるというふうに思っていないと思います。うん、あまあそのための準備をも着々と進めている。まあそのために E ブ社などに関しても、まあ中国からの輸出ではなくまたハンガリーに A B Y D が工場を作ると言っていますけれど、うん、E U の中に。 まあその拠点を作って EU で作ったものになる、うん、ということですし、まあその他もおそういったサプライチェーンの再構築というのを進めているということです。まあ、ですからあのバイデン大統領がまあこのように今引き上げるということ自体、うん、えアメリカの国内の雰囲気を反映したものだということだと思いますけれど、まあ中国はまあそれはもう早くから察知をしていて、アメリカはもっと締め上げてくるんだとこれはバイデン大統領だろうとトランプ氏が大統領になるほど同じだというふうには認識をしているはずなので、まあそのような準備はもう着々と進めているということなんだと思います。準備というと貿易戦争のようにまたなってくるということはないですか。はい、まあアメリカが一方的に今制裁かけていて、はい、もう中国も対抗措置は取るんですけど、はい、やはりえ直接の対抗措置だと弱いのでアメリカにどうやって って迂回して製品を入れるかという新しいサプライチェーンなどを組むということどちらですか。おもなさい。先にじゃ加藤さんに伺いましょうか。はい、加藤さんこちらの部分どうご覧になりますか。はい。制裁いやもう中国は頭を変えてると思いますね。はい、もう EV たくさん作ってしまって、まあ生産過剰じゃないと中国が言ってますけどやっぱり生産過剰だと思います。はい、売り先がなくなると本当と困るんですよね。はい、で今までトランプの時代っていうのはあの別のものを売ってたわけです。アパレルとかその家具とかね、えそれから家電とかこういうことだったんです。<ー>その今度は違う分野で、はい、EV そしてあの電池そして対応、うん